Join me, 48 Hours correspondent Erin Moriarty, on my podcast, My Life of Crime, as I take on true crime investigations like no other. This season, I'm looking into the labyrinth of crime and secrets within families. I'm cutting straight to the evidence and talking to the people directly involved, including investigators and the families of victims. Listen to My Life of Crime with Erin Moriarty wherever you get your podcasts. 今朝入っているニュースをお伝えしていきます。イスラエル首相、ガザ侵攻第2段階に入ったと宣言、地上部隊を追加投入。 G7、 中国、ロシアに水産物禁輸の撤廃を要求、経済的威圧の拡大を憂慮。韓国、イテウォンの雑踏事故から昨日で1年、ソウルで1万7000人が追悼。国の基金、全体の 15% が休眠状態。その一方で、管理費に年間5億8000万円。プロ野球日本シリーズ、第2戦はオリックスが阪神に快勝、1勝1敗のタイに。まずは、パレスチナ情勢です。戦争第2段階と、毎日新聞の一面、まあ、各紙いろいろ一面で報じておりますけども、新たな段階と。いうふうな記載があったり、第2段階というような記載があったりということで、毎日新聞からですが、イスラエルのネタニヤフ首相は28日の記者会見で、戦争は第2段階に入ったと述べ、パレスチナ自治区ガザ地区での地上戦をさらに強化すると表明しました。イスラエル軍は25日以降、イスラエルとガザの境界付近で限定的な地上作戦を実施し、27日には作戦の範囲を拡大していました。今後、ガザ北部の市街地でも戦闘が行われる可能性があるということです。ネタニヤフ首相は、戦闘の目的を、ハマスの軍事行政能力を破壊し、人質を取り戻すことだと主張しています。このイスラエルなんですけれども、まあこれから地上作戦に踏み切るということですが、まあ、ネタニヤフ首相自体もこう板挟みにあっているっていう現状があります。まあ、ハマスからの最初の攻撃によって、イスラエル市民が犠牲になったということもあって、はい、イスラエル国民からもこう、反発、ハマスに対するですね、反感というか、怒りがまあ激しさを増している、その後押しがある上で、ハマスを攻撃っていうことになってるんですけども、ただ、人質がいるっていうことから、何度かその解放というところでね、なかなか難しいところに立たされていますけれども、ただやはりこのイスラエルとガザ地区、まあ、ハマスとの軍事力っていうのはもう圧倒的な差がありますので、はい、イスラエルがこれ攻撃をさらにこう激化させてしまうと、一層民間人が巻き込まれてしまって、その犠牲者が増えていくということになってしまいます。なんとかその第二段階に入る前で止めたいところなんですけども、なかなかそこがうまくいっていないっていうこのもどかしさがありますね。やっぱり地上戦が激化して、報道にもありましたけど、治安が崩壊していっているっていうのもあったので、やっぱり何よりもまず人の命を考えた。そうそう、人道支援というところもね、はい、求められるんですけれども、なかなかその物資っていうのも少ないんですよ、量がね。なんとか南側から入ってはいるんですけども、まだまだ少ない。そして、燃料っていうのが、イスラエル側が燃料をガザ地区に入れないようにしている。それが軍事転用されるんじゃないかっていうことをされているわけですけども、その燃料がないことには、医療行為とか、いろんなこう人道支援にも使われるわけなんですけど、そこに燃料がいかないとストップしてしまうという現状があります。はい、さて、続いてですけども、こちらは読売新聞の一面で報じておりました経済的威圧に G7 結束とあります。大阪で開かれていた G7 主要7カ国の貿易大臣会合は、昨日不当な貿易制限など経済的威圧の広がりに憂慮を示す共同声明を採択し閉幕しました。共同声明では中国とロシアを念頭に日本産の水産物を含めた必要のない輸入制限の撤廃を要求しました。まあ日本からの、水産物の輸入を禁止している中国、ロシアに対して名指しは避けていますけれども、はい、念頭に置いて、で、民間ビジネスが不利益を被ることがないように、まあ、訴えていく、G7 結束して訴えていくということですね。はい、さて、
ソウルの繁華街イテウォンで起きた日本人女性2人を含む150人以上が亡くなった雑踏事故から昨日で1年を迎えました。ソウル市中心部では大規模な追悼集会が開催されまして、1万7000人を超える人が集まったとも報じられております。多くの市民がこの犠牲者を悼んだということです。今回のこの事故から1年ということになりますけども、韓国政府や地方自治体は AI、はい、人工知能技術を活用して群衆管理策などを切り札に再発防止に取り組んでいる。密集具合がどん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 増えていくと、AI で判定して3人だと注意、1平方メートルあたり3人だと注意、はい、4人だと警戒、5人だと申告というふうにだんだんこうアラートを強めていって、密集密度がね高くならないようにしていくという対策を検討しているということです。朝日新聞の一面です。経済対策の補助金などとして使われている国の基金が急増している問題で、休眠状態となっている事業が29あって全体の 15% を占めることが分かったと。2022年度末時点で29事業のこの残高が 1.4 兆円に上るということです。役割を終えたにもかかわらず、人件費や事務費といった基金を管理するための費用への支出が続いているということです。樋口清則です。僕が喋る我思うゆえに我ありがラジオを飛び出してポッドキャストで放送中です。僕の持論哲学を RKB アナウンサーの武田紗恵アナと喋っています。固定観念や既成概念をぶち壊す。ポッドキャスト番組我思うゆえに我あり、ぜひお聞きください。